こんにちは。町長の山名総吾です。今年の冬は、長期予報の通り、寒さ・積雪ともに例年を上回る状況が続いています。年末年始を含め、これまでに計6回のまとまった積雪があり、特に年末年始の大雪では、除雪作業に追われた方も多くいらっしゃったのではないかと思います。 一方で5年目を迎えたスキー場は連日、姫路京阪神など近畿圏のほか四国方面からも多くの方が来場され12月19日のシーズンオープンから1月末時点での来場者は2万5000人を超え平成29年のオープン時にも迫るにぎわいを見せています。今年は事業者により 新たに16期の降雪機の導入で、すべてのコースに降雪が可能となり、さらに今年は自然雪にも恵まれ、全コースとも大変良いコースコンディションとなっています。1月27日には上川中学校2年生のスキー実習が行われ、好天にも恵まれ、生徒たちは白銀の世界で自然を満喫しました。 2月10日には、小学校での自然体験実習も予定されています。さて、新型コロナウイルス感染症は、オミクロン株とともに第6波が襲来、まん延防止等重点措置は、1月9日からの沖縄・広島・山口の3県に続いて指定区域を追加し、兵庫県は25日に指定され、27日より、 今月二十日までの間、重点措置を実施することとなりました。兵庫県では十一日には百十三人でしたが、二十七日には四千三百人と。連日過去最多を更新。神崎郡内も一桁台から一気に三十人を超える急激な感染者の増加となっています。医療現場の逼迫を防ぎ。 社会経済活動を停滞させないためにも、一人一人が絶対に感染を阻止するとの強い自覚の下、マスクの着用、手洗い、うがい、3密を避けるなど、基本的な感染対策とリスクの高い行動回避と合わせ、家庭内感染を予防するため、帰宅後の感染対策と健康管理の徹底をよろしくお願い申し上げます。 上川町としても、兵庫県の方針に基づき、対策本部会議での決定事項を踏まえ、今後も適宜情報発信してまいります。なお、第3回目のワクチン接種の案内を高齢者から順次行っており、2月1日から接種が始まります。また、64歳以下の方々への案内は、7日より順次発送予定です。 引き続きワクチンの積極的な接種のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。さて、1月9日にはグリンデルホールにおいて成人式が開催され、108名の新成人が新たな一歩を踏み出しました。式典では新成人を代表して、実行委員の岸田健さんが希望ある 明るい未来を思い描きながら社会を明るく盛り上げていける若者でありたいと誓いを述べられました民法の改正により4月からは18歳で成人となりますが上川町では20歳の集いとして開催する方向で考えています新成人の皆様の今後ますますのご活躍を期待しています 27日には上川町議会臨時会を招集し子育て世帯の臨時特別給付金に引き続き困窮世帯等への給付と所得制限撤廃による給付について可決いただきましたので速やかにご案内させていただきますまた3月末で契約満了となる観光施設の指定管理者指定についても 議決されグリーンエコー笠形をはじめとした上川町観光交流施設計旧施設の契約者が決定いたしました契約期間は10年または5年となります2月1日から25日にかけて令和4年度5年度の入札参加者資格申請の受付を行います おお忘れのないいいよう手続きをお願いいたしままます。す。日からは確定申告が始まります新型コロナウイルスの感染リスクを減らすためご自宅での申告書作成 e タックスや郵便での提出申告会場での混雑緩和時間短縮へのご協力もお願いいたしますなお今年度は中央公民館 視聴者・情報センターを除く各会場においてマイナンバーカードの臨時窓口を開設いたしますぜひこの機会をご利用いただき今後必要となるマイナンバーカードの取得にご協力をお願いいたします広報でもご案内しておりますが任期満了に伴う上川町議会議員選挙は 4月17日に執行されますなお、立候補予定者説明会は2月14日に開催予定です結びになりますが南太平洋・トンガ沖の海底火山の大規模噴火では8000キロ離れた鹿児島県や岩手県、高知県など各地で1メートル前後の津波を観測 全国8県で最大22万9千人が避難指示の対象となりましたまた大分熊本でも震度5強の地震が発生し大きな被害となっています自然の恩恵と脅威の狭間の中ではありますが常に私たちでできる最大の備えをしておくことが大切です経済活動を支えながら コロナの収束に向けて、町民皆様と心を一つに取り組んでまいる決意を申し上げ、2月のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。